常空は、中国の囲碁騎士。上海出身、中国学校域協会所属、九段。中国学校域天元戦後連覇た期戦優勝多数、王将棋杯世界プロ囲碁選手権戦優勝などの実績を挙げており、上森平、大流、馬赤月春、中流に次ぐ、七昇流の一人とされる。あだ名は、ヤーツ。中国学校域協会副主席。夫人は、 朝鮮八段。六歳で語を覚え、八歳で上海選抜チームの上海記者に入る。1986年入団、同年の全国少年大会に優勝。1987年、10歳で国家少年囲去域隊に入り、北京に移る。1988年、パリでの世界青少年囲碁選手権大会で優勝。九百九十年、 世界アマチュア囲碁選手権戦で、8戦全勝で13歳の最年少で優勝。同年全国少年戦優勝。1992年に、名人リーグ入り。同年の日中囲碁交流で、中国代表団として来日し、5勝2敗となる。1994年に大国主戦挑戦者となるが、馬赤月春に2から3で敗退。同年、上馬モールタイラモンカとなる。 1995年に全国が小池個人戦で優勝。囲碁天元戦、落百芝居で5連覇など、中国国内のタイトル戦で好成績を上げて、馬赤月春に代わる国内囲碁界の第一人者となる。中国騎士ランキングでは、1997年から1999年前半まで、及び2001年の間、1位を保った。 1999年9段、同年、朝鮮と結婚。日中スーパー囲碁では、1995年に5人抜き、1996年に6人抜きを果たし、中国勝利に大きく貢献。世界棋戦では、1998年に世界囲碁選手権富士通杯に準優勝したのをはじめ、準優勝6回を続けていたが、 終盤の寄せで負けることが多いため与田則本のアドバイスで安市特選地の5を研究し2005年に王将気配世界プロンゴ選手権戦で世界戦初優勝に結びつけた中国高級リーグ戦では上海チームに所属2003年から首相を務め04、05、7年の優勝に貢献7年は20勝2敗を記録2006年の 高原ランド杯中間囲碁大好戦では副首相として4人抜きして中国勝利をもたらす。2008年の脳神新ラーメン杯でも副首相として4人抜きし中国初優勝を果たした。2008年のワールドマインドスポーツゲームズ2010年のアジア競技大会ではいずれも男子団体戦で銀メダル。二千五年の南方頂上杯世界学校駅礼喫先対決では 李正皇と対戦し、四校無勝負となった。2016年にエンディリーム1 0杯世界、異合オープン戦、ベスト16。2017年12月、中国学校域協会副主席に就任。国際棋戦国内棋戦第一局、蔡明感染症に続く、第二局、上広市戦番で序盤から激しい攻防が続き、右下からの戦いが左辺に及んだところで、 1> 黒1、5、9の頭付け3連発がハイライト。ここからこ絡みで、右辺一帯の白の大石をもぎ取り、179手まで黒中をしがち。続いて連勝して3から1で、世界戦初優勝を飾った。2004年12月28日、サ明アキラカジョヒロシ。ありがとうございます。